はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もモンスター厳選やっていきたいと思います。今日、厳選するのは、後ろに見えてますね。スライムですね。こいつらが、ここで、厳選ができます。何に変わるかっていうと、ちょっと待ってね、手前の方が変わるんだけども、後ろはね、メタルスライムに変わって、手前のスライムが、翡翠に変わるんですよね。ちょっと前に出すぎてるな。まあ、とりあえずこの辺で、厳選ができますので、メタルスライム、そして翡翠スライム、あ、今翡翠になったね。あ、翡翠いた。こいつらを厳選していきます。まあ、帽子かぶってるタイプだよね。二人とも、翡翠もメタルも。なので、まあ、見やすいとは思うんだけども、いかんせんちょっとちっちゃめだね。うん。まあちょっと目を凝らしてしっかりと厳選していきたいと思います。1時間で、どれぐらい出るでしょうか ?1 時間っていうのが、昼を2回ですね。はい。ちゃんと翡翠は結構出るみたいです。厳選していきます。あ、で、あれだね。スライムの魔法使いの帽子のやつが出た。うん。翡翠スライムも、日中、おしゃれさんが出るみたいですって、このエメキンがさ、見えにくい、でかすぎて。こう、上にさ、翡翠スライムだったら、宝箱を持ってるからね、宝箱マークがあるんだよね。あれがちょっと、厳選の邪魔だな、見えにく。ちょっとしっかりやります。メタスラの方だ。メタスラの方が出ましたね。魔法使い帽子のメタスラですね。お、お、あ、そうか。装備しなかった。やべえ、これ逃がすわ。あ、ダメだ。逃げてしまった。装備ミスってる。ちょっと装備変えてからしっかりやります。逃がしちゃったな。あ、これ、出た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 よ。オッケー、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 オッケー。ちょっと待って。まず、スタンでいこう。よし、オッケー。スタンしてない?あ、ちょっと待て、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 待て。あぶなー。仲間になってないし。当たってなかった?いやー、ミスったなー。いや、当たったと思ったんだけどな。うわ、完全にミスった。来た、メタスラ、メタスラ、メタスラの方が来た。これ難しいんだよね。いやー、逃げやがった、また。ここにやろ。オッケー。うわ。おい。おいって。おー、倒した。でも仲間にならない。なんでだ。これあれか、仲間徳を売ってるんだけどね。今まで仲間にならなかったことってほぼないんだけど、いや、仲間にしやすいあれメダルをつけとくか。確かあったよね、コインか。ごめんね。うん、エメキンに確か、オーク系がいたよね。仲間にしやすいっていうやつが。ここら辺じゃないっけ?あ、ほらほら、スカウトしやすい。ここら辺を、もう全部入れとこう。そうすると間違いないでしょう。いや、なぜ仲間にならなかったかがちょっとわかんないんですけども。うん、ちょっとオーク系を9個全部入れて、仲間にしやすい、プラス 90% にしていきましょう。よし!翡翠出た!今度こそ、今度こそ!特スカ打って、外すなよ。オッケー!絶対当たった!絶対当たったでしょ!よし!よし、来た!ようやく一体!うん、やっぱり特スカ打っても、100% じゃないんだな。今まで 100% と思ってたんだけどね。違うみたいですね。
はい、もう少し頑張りましょう。そろそろ夜が来そうですね。ほんとね、これね、見えにくいスライム、ちっちゃい。これキングスライムとかだったらね、もっと見やすいんだけども、スライムちっちゃくてダメだね、見えないね、なかなか。特にこの後ろの方に出てくる先の方のやつ、あれはね、判断がつかない。まあ、手前の方はかろうじてね、わかるんだけどね。いや、何体かこれね、ミスってる可能性はあるね。なんとかミスらないようにやってはいるんだけども、これは見えにくい、ちっちゃい。それではそろそろもう夜かな。うん、もう夜になったでしょう。いや、これほんとね、視力の悪い人には酷な作業だよ、なかなか。うん、ちょっと、休んできます。これ被ってない？被ってる。オッケー。2匹目だ。絶対ゲットする。あぶねえ。外しとったろ今。ちょっと待って、当たってない。もう的がちっちゃいから難しいな。オッケーオッケー。とりあえず、まだ2体か。1体逃がしたもんね。あと1体ぐらいは欲しいな。オッケー、立て続けに来た。これ色違いってなんだろう。帽子の色かな。あ、これなんか違う気がする、帽子の色が。よし、オッケー。なんか紫っぽい、ピンク帽子がいた。オッケーオッケー。多分今のはいつもと色が違ったはず。よし、3体目ですね。もうちょっと出そう。ちょっと待って、いきなり出た。こっちはいいよ。あ、ちょっと待って。こっちはとりあえずいいんだ。オッケー。こっちほら、ピンクだ。ピンク帽子のメタスラ。よし、当てた。ちょっと早い。よし、いけたー。いけたー。よし。メタスラもずっと逃がしてたからね。今回はゲット。メタスラの方を発見です。これはね、緑色だね。なるほど。帽子の、リボンの色が、緑と、ピンクと黄色がいるんだね。なるほど。3色だ。それプラス、なんだろうね、ほっぺが赤いとか、そういう感じかな。まあ、それもちゃんと見ながら行きましょうかね。残念、またメタスラです。来た。これは、何色？緑か？あ、緑だね。よし、終わりギリギリでもう一体出てきてくれた。何色だこれ？ピンク？あ、ピンクっぽいな。よし、完璧でしょ。多分今のはピンクだったと思う。時間にして多分あと3、4分だろうね。そろそろ、夜になりますね。もう出ないかな。あと1体ぐらいは欲しいかも。でも、もう、時間だね。1時間厳選してみました。意外と、出たんじゃない？あ、メタスラも出てるからかな。なんか、いつもの、宝石系に比べると、たくさん出たような気がする。いつも、あ、まだおしゃれさん出る。あ、でももう夜になったな。もうダメですね。いつもはね、3、4体なんだけども、結構多かったんじゃない？見てみましょう。さあ、それではどうでしょうか？頼むよ。何体ぐらいいる？虹が多めがいい。うわ、あんまり虹いない。あ、ちょっと待って。なんかピエロみたいな顔のやつがいる。わー、すごい。で、結構出てない？あ、いや、そうでもないわ。翡翠が、1、2、3、4、5体。と、メタスラが、3体。だね。あ、やっぱりメタスラがいたからちょっと、多めに感じたのか。でも、翡翠とメタスラ1体ずつかな？最初逃がしたのよ。あれがなかったら、よかったね。はいはい。まあ、下が、
と金枠なので下から見てみましょうか。どんな感じだ金枠は。ほう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 。ミラクル、ホーリーラッシュ、イオラ、これイオナズンになるんだね。ソニックストライク、おお、なるほど。歌舞伎ものがついてるか。歌舞伎ものがあるとね、ちょっとあんまり好きじゃないんだよね歌舞伎もの。HP がもともと高ければいいんだけども、スライムは多分高くないのであんまりよろしくないんだよな。あ、一緒みたいなもんだね。うん、一緒みたいなもん。うん、一緒だ。あ、でこれは2つですね。2つで、帽子の色は黄色黄色、ピンクピンク、緑。ああ、まあ何が出にくいっていうのは別になさそうだね。均等に出てる感じです。で、メタスラ。おお、メラゾーンはベギラゴン。二つとも覚えてる。はいはいはい。おお、いいんじゃない。じゃあ、こっちから行きますね。光。5個持ち。あー、5個はない。5個はないけども、悪くはないんじゃない。ミラクルは回復するでしょ。うん、ミラクルがね、結構いいんだよね。で、こっちは、ああ、ミラクルとメラゾーンはベギラゴン。で、排水か。よろしくないね。抜け目がないはいいんだけどね。でも、メタスラのね、もう上級おしゃれさん、いいですよ、これ。帽子もかぶってて、ピエロのメイクまでしてる。これはかわいい。で、コンペイトーからいこうか。こっちの方が上級者だね、おしゃれの。コンペイトーは、おー、イオナズン、ギガレインとミラクル、を持ってます。うん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 。でも、MP がだいぶ使いそうだね。でも、30代で182。あー、600ぐらい MP いきそうか。なら大丈夫だな。あー、やっぱり歌舞伎物が入ってる。不思議なボディと、あとこれ、歌舞伎じゃなくてミラーとかの方がいいんだけどね。ヒススは、どうだ?5個持ち。あー、違う。でもまあ、悪くはないね。いいよね、これで。特性は?あ、これ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 。うん。弱体と、不思議なボディ、いいですね。はい。まあ、ヒススは、なかなか理想的な個体だったのではないでしょうか。メタスラはどうだろうね。そうね、光だったらいいか。抜け目がないとミラーボディね。まあ、この2体がなかなかいい感じだったと思います。理想的だったね。はい。ということで、今日は翡翠スライム、厳選しました。ついでにね、メタスラまで、仲間にしたんですけども、メタスラが3体、翡翠スライムが5体だね。うち2体ずつ、あ、1体ずつは逃がしましたので、メタスラ、そして翡翠スライムは、なかなか厳選しやすいみたいです。他のね、宝石系よりも出やすいですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。